くダークソウル頑張ったのに。こんなエンディングになっちゃった。なんかこんな貧相な、なんか、ん？怪しいぞ。夢の世界か、ここは。過去に戻ってるのか、私は一体。なんかいるぞ。誰かが歩いている。あれは過去の私？それとも敵？誰だ！この英雄は！黒騎士？すごい廃れたとこに来た。走り抜けが有効。最初の日のろ。パリーの予感。頑張れ。え、なんかもう、最終ステージ来た感じ？あれなんか結構トントン拍子なんだ。これ進む？汚ねえな。案外何もない。パリーの予感だ。あぶね。なんだと脅されたけど。あ、なんかいる、なんかいる。これ？あっちゃーちゃ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 ー強いよ、こいつ強攻撃一発で死なんのこれ。え、マジでこれパリー必要になってくるかも。でも置き攻めでいい。え、なんかエストビンめっちゃ持ってんだけど、なんで20個も持ってる。だけど足りない何か。まあ行くか。まあ一つ歌ったところで。うわ、なにこれ気持ち悪い。骨、小骨が刺さってた。ここは誰の喉なんだ一体。それで言うと、あ、怖い。小骨がこんな刺しっぱにされてる。なんかいる、なんかいる。光ってる、光ってる。今度はなんだそれ。長物を持ってやがる。三連撃はないはず。三連撃持ってんのか、貴様も。二、三。あ、こんくらいだったらいいわ。何？いやー、できた！上下攻撃来た。この溝で戦えるか、お前。OKOKOK。無駄に強攻撃打たなくていいわ。こっちの方が振り早いからな。塊落とせよ。お、いいもん持ってんじゃねえかよ。またしても追いはぎ家業がはかどってきた。貪欲なやつつけとこ。とことん貪欲であれ、談義は。武の道を志したのであれば、とことん貪欲に。こんにちは。誰かいませんか？誰かすいません。一泊止めてほしいんですけど、道に迷っちゃって。この悪魔のような森から。おお、あんな相変わらず暗いな、ここは。ここも全然変わってないな。あの時と全くそっくりそのままだ。なんか汚い。これなんだよ、これ。これなんで溶けてんの？誰かの体液で溶かされたり決まってるだろ。おい、まためんどくさいのいいんだけど。落ちろよ。そんな知能あるな。いける。1。何連攻撃タイプ？ 2。3あるタイプだ。でもこっちの。4ある！ 4 ある！仕方ない。ちょっと後ろ通りますねー。いいもん落とせよ。空中に浮いてる。今度はただの一方通行か。おお、黒騎士の兜とか、もろもろをもらった。励みになります。はがきの懸賞が当たって黒騎士の一式が手元に来た。ただのステッカーシールにサインでよかったのに、黒騎士さんのラジオ手厚いんだよな。リスナーへの還元が。欲しいなんて一言も言ったことないのに。こっちか。下り？うわ、光ってる。こっちだ。アイテムマジで全然触ってねえんだけど。まあ、エストビン16個もあるし、いっか。これ1本がなんか、あう！違ったわ。霊だった。うわ、アックス来た、ついに。ひょい！さあ、重量級バトルとしゃれ込むか。いやー、向こう！全然軸がぶれない。痛い！そのフルスイングをやめろ。なんだっけ、パキー、じゃ、ボギー、じゃ、なんだっけ、パリーをやめろ、パリーを！パリーの構えを取るな、足に。発作が出る。ジンマシンが出る。
やばい、もう強靭度足りてねー。でも SOB いっぱいあるからいいか。うわほー、超必殺技打ってきやがった。ゲージ一つ使ってきやがったこいつ。わいパリーすんなよ。そのまま直走だ、この R2 攻撃。いいからまずは最初は調味料何もつけずにこの R2 攻撃を一口味わってください。素材そのままの威力を味わってください。いいですか、もう行っちゃいますよ。生だいるのか。試練は高く険しく長い。いい、じゃ槍持ったことないから槍の挙動わかんない。あ、ケツ取れんじゃないか全然。そう、これケツ取ったもん勝ちゲームだからな、これ。ハンカチ落としと一緒だから、これケツを晒したやつから負けるぞ。いーひゃー、声響き、声が響き。どうもすいませんでした。あ、そっちの響きもあるんだ。そっちの響きのパターンも。こいつはパリーを知らないようだな。赤子同然。パリーを知らない騎士など。ふう。蜂蜜の味を覚えていない赤子と一緒よ。いつかお前もホットミルクに蜂蜜を入れるときが来る。メープルシロップと間違えて、ホットケーキに蜂蜜をかける瞬間が来る。私はそれが待ち遠しい。間違えて飲んじゃった。ケーキ漬けに水拳を一発。いや、お父さん帰ってきた。まあやるだけやってみるか。これよこれ、防御力が少しずつ。メッセージも読んでこ。パリーが必要。関係ねえやん。え、人、人なのこれ。うわあ、規模感ある、重量感あるなこの人。え、全然削れる。あー、なるほどね。一発絡み取られるとめんどくさいタイプだ。クイックルワイパーだ、クイックルワイパーだこいつ。ちょ、痛い痛い痛い。え、何回振ってんのこいつ。巻きの王グウィン、何回振ってんのこいつ。だし、何このピアノの悲しいメロディ。ここ駅だったんですか、なんでこんなストリートピアノが。イクラちゃんいるんか。ここがイクラの、ピアノの王イクラと薪の王グウィンドリンがいると言われている、この聖地。返されすぎだろ。少し試したいことがある。とっとこ、とっとこさ、王のとこ行っていいと思うんだよな。で、もし無理そうだったらまたレベル上げに走ればいいし、ダメそうだったらまたその時はその時で策を考える。無策、こいつまたしても無策。でもそれでダークソウルやってきたんだ、うちは。なぜかこれが通ったんだ、うちのダークソウルでは。全然プレイヤースキル上がってない。ゼロパリーでいくからな、うちは。パリーなんていうシステムはなかった。追ってはまだ来ている、不屈の精神で。王を護衛せねばと生まれた時に、想像された時に埋め込まれた使命のもとで、この隙間を行け。だからこのザル警備でいいわけねえだろ。もうたどり着いちゃったよ、王のところ。目と鼻の先、こうやってヨーロッパでは王が何度も撃たれてきた。歴史は繰り返すんだ。もうマジで穴とか掘っといた方がいいぞ、ここらへん。あいつの戦い方正しかったんだ、内道の戦い方。あれが一番私に効く。ちょっと通るよーん。さあ来た、薪の王グウィンのとこで。これも多分背後ゲーなんだよ。いや、体力が回復やばい。こいつの6連撃マジ効く、マジ効く、マジ効く、マジ効く。この針治療の先生マジで腕いい。ちょっと待って、マジでマジでやめてよ。バンテリン貼るよりいいんだけど、効率が、コスパがいいんですけど。じゃあ一回、落ち着いて、一回荒ぶるのはやめて。おおよ、おおよ、何に囚われているのです。それは幻影です。幻影に惑わされないでください。 R2 攻撃は無策、やっぱりそうだ。これ俊敏性がものを言うわ、この試合は。試合、決闘とかでもない、もはや。ちょ、一回絡め取られたらもう終わる、こいつ。この岩を使っていこう。この岩強いぞ、こ
この岩の陰に隠れてやり過ごす。やっぱそうだ、当たんないから相手の気が済んだら殴る。やばい、こいつマジでガード割ってきやがる。人のマジでちょっとパリーしないときついのかもな、こいつ。エストビンをもう飲む猶予さえない。痛い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 、ずっと奥の方の霧で。ちょ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 、エストビン何個あってももう関係ねえじゃねえかこいつ。じゃ剣先長、おいおい、盛りすぎだってその剣先は。さすがに何個継ぎはぎで鉄叩いてんだこいつ。この裾の上を歩いていく。どんだけでっかいキャンプファイヤー焚いてんだよ。どこまで裾飛んでんのこれ。集めてたの。なかなか数字は良かった。でもあと一歩足りない。あと5センチ足りない。薪の王を守るにはあと5センチ。さようなら。ここは届かない。そして速攻で入る。掛け湯をしてから速攻で霧の中へ。で大体分かった。まずもう最初飛びつき攻撃ガラ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 こうやってやって、4回後ろに回れ。もうこれの後が一番後好きあるわ。もう何回か飛びつかせればいいんだこれ。ちょちょ、早いなこいつ。スピードタイプ、薪の王はスピードタイプ。一回ここで休息を取って、くし、こつかみ取りの後も結構有効かも。つかみ取りと飛びつきの後隙を狙って、それまではこれで。早いな、一歩がでかいな。やっぱ男は一歩がでかい。早い、当たるわ。なんか岩にやられたわ、このブックスタンドみたいな岩にやられる。そして帰って、一人で生きている。何を見ているんだそこで、そのスポットで。一番 Wi-Fi 飛んでんのかな、あそこが。一番 Wi-Fi 拾えんのかも。ガストの前で溜まってる外国人みたいな感じ。フリー Wi-Fi 拾ってんのかも、あの王様も。ケチくせえ。どんだけ貧困してんだよ。民からもっと絞り取れ。Wi-Fi、アンテナ3つも立てらんねえようなやつだ。徴収だ、黙って。黙って Wi-Fi 買え。光回線つなげ。そんなアパートに元からついてる Wi-Fi なんかに頼るな。自分で線を引け、自分で。ゲーム側の存在のくせにそんなこともあがんねえのか、お前。まあ別にこれ絶妙にワイヤレス機能ついてないから。よし行くぞ。いつだって明日がイズムである。うちのダークソウルは。さあかかってこい。で、こう。で、速攻で引いて。引け！危ない危ない！激輪に触れる。よし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 。で、距離取ったら走ってくるでしょ？走ってきて飛びつき誘発できるから一回回復して、あいつが悠長に歩いてる隙をこうして、やばいって絡め取られる。まずいぞまずいぞ、やばいやばい、100均に売ってるぞこんな絡め取れるやつ。排水口に、やばいやばい、セットされる。いいぞこの岩、でかすぎる。ここのポジションで好機をうかがう。なるほどね。飛びつき、飛びつき来い、飛びつきかつかみ。でかい、やだたたたたたた、つかみだった。飛びつきかと思ったら、これを来た時はすぐさま瞬時に引いて、あまり欲しがらないこと、あまり欲しがらないこと、あまり親を困らせるな。そしていつもの岩のセットポジションに、で、来た来た来た、この でかい輪の後ろが回復ポイント。我々の受ける聖地。なんだお前、必殺技ゲージ使いすぎだ。ちょ、勝てそう勝てそう、ちょ待って。思ってたよりテンポ早い。
やばい、飛びつき2連攻撃まで覚え上がった。飛びつき攻撃にがカモされると、カモにされると察知して、やばい、早い早い早い、ちょ一回あの岩のところに、よし岩に押されてやがる、よし引っかかった引っかかった、巻きの王とはいえど足が持たれる瞬間もあるだろう。おいーしょい、やばい、スタミナが削られすぎ、いてててて、回復して岩の後ろで待つ、身を潜めて身を潜めて、相手のつかみがかすった瞬間に飛びつく、よし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 、で引いて引いて引くだけ引いて、でまたあいつが飛びついて2連攻撃を覚え始めたら、岩の後ろで千夜号を飲む、痛い痛い痛い、竹林の中で千夜号を隠すなら竹林、よしよし、飛びつきかつかみすかし待ち、まさか自分のつかみが握手になるとは思わんだった。おい、なんだこの絶壁は、絶壁に囲い込まれた、やばい、体力削られた後の連撃が痛い、回復回復、しょ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 、回復して一回岩に突っかからして、よしよしよし、これで来た、うまい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 、あと隙ある、ちょ勝てちゃうかも、すいませんダークソウル今までありがとうございました、欲張れ、いやーあと一撃、ミディで残りやがったこいつ、タスキ持ってやがる、ちょ待て待て待て、あららららららら、アラーを信じろ、アラー神を信じろ、ちょ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 、あるぞ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 、12の3、やった、え、やったんだけど、え、勝てた、終わり、ダークソウル終わった、うちの、え、あれあれ終わった、勝った、え、あれビクトリーアチーブ、え、どうすんのこれ、え、買ってもった、あっさり、え、あ、でこれ上行くの、あ、いや、こんなんじゃダメだ、こんな勝ち方私らしくない、こんなんで終わるのも私らしくない、私のダークソウルといえば何だった、私のダークソウルの醍醐味は一体何だったと思う、こんなぬるい勝ち方があっていいわけがない、こんなんで終われるかよ、俺はやった出れない、ここのステージ何なんだ、そこか、そこ空いてる、出口か、ここ帰っていいの、王を討ち取ったり、マキノ王グウィンドリンみたいなやつ買ってもた、え、じゃあダメだ、そんなんで終われると思ったか、私がセーブするなよ、私にはまだやりたいことがあるんだから、おい、あ、ちょっと、こんなぬるく終わっていいわけないだろ、もう一つ二つ、いや三つ四つ山場がないとダメだ、本当に終わりきれるか、これで本当に完走したって言えますか、スイッチにはトロコンっていう概念がないですよね、それがダークソウルのクリアを、クリアという、ハードルを下げてる、だから私はもっと高く設定する、このダークソウルの勝ち方、やべ、なんか警告文あったけど、まあいいよ、こんなちょっと年金納めてないからっていっぱい紙を食ってきやがって、さあ行くぞ、うちのダークソウル、きっとまだこれ王倒してないデータになってるはず、そこまで戻らせてください、やべ、これ王倒した後、やべ、戻れないこれ、ちょ一回気骨つかして、一回帰りたい、ちょ一回やりたいことあんだし、やばい、やっときゃよかった、先に頼む頼む頼む、ストーリー起きるな、ストーリー起きるな、はあ、囚われた、やばい、やっちったー。
を倒した瞬間にやめればよかったな。あのやりたかったことが一個あって、あの私が今まで世話になった NPC を全員やるっていう。いやまだ待て、まだ待てまだあるかもしんない。こっから逃げ帰るという線があるかもしれない。え、本当にこれエンディング流す気？ダークソウルさん、ちょっとクリアしてもしてきれませんってこれ。あ、やばいやばい、はあ、やったー。もうマジでダークソウルこれで終わるの、うちの。うわ絶対やばば。あー、そしてお笑い怪獣へ。お笑い怪獣、まさかの東京を落とす前に北海道を落としてしまい、そして国が無条件降伏を飲んだため国会議事堂を破壊できず、国会議事堂という名の世話になった NPC 全員撲殺リレーができず、前回の終了時にシステムメニューからゲームの終了を選択していない可能性があります。ゲームをやめるときはシステムメニューからゲームの終了を選択してください。終了時のゲームの進行状態から再開されない場合があります。再開しないでくれ。まずい、やってもたー、ダークソウル。まあいいか、こんなもんだよな。うちのダークソウルなんてこんなもんだ。帰れねえ。火を注ぐか外出るかの二択ってことでしょ、多分。7万ソウルもある。じゃ最後にやれることだけ全部やっとくか。使用する。あ、ちょっとできない。なんか、あ、やばい。逃げれない。すまん、みんな。私がどんくさいばかりに見せたかったものを一つもできず、なんだったらゲーム実況者界隈に爪痕を残してやろうと思ったのに、なんという凡な終わり方。不徳の致すところである。でも俺はやった。さあかかってこいよ。これ本当に出れないの？信じらんないくらい後悔してるわ。ボスやった、嬉しいよりも逃した、後悔の方がでけえ。成仏できねえ、ダークソウル。まあいいか、火灯すわ。今までありがとう。これでいいんだよ、これで。音量上げとくわ。こんくらいでいい？さあ、王の器にね、いっぱい魂注いで、グウィンドリン参りましたよって。え、なんでこんな燃やされなきゃいけない？引火がすごい。まあ、布だからな、これ。いやー、一体が、一体ごといかれんの、これ。下砂なのに。燃えるんだ。含むねー、ストーリーを含む、うわ。俺、継いだ？グウィンドリン積んだ、私、もしかして。終わったー！ダークソウル終わった。文句いっぱい言ってたら終わった。いや、もうマジで。え、なんか、え、最後信じらんないくらいあっけない。ボスが一番楽だったんだけど、最後の。え、どうしよう。ちょっと、いやー、本当に申し訳ない。なんかその、いや、ここまでようやくたどり着いてとか、泣く予定だったわけではないんだけど。うわぁ。なんか思ってたんと違うことになってしまった。ちょっとマイクが赤マーク。これどうだったの？自分じゃわかんないわ。ボスとか振り返る感じに、うわ、NPC 全員やればよかった、マジで。違うんですよ。ちょっとあの、振り返りじゃなくて、ちょっと言い訳させてほしいんですけど、あの、本当だったら、さっきやったみたいにボス倒した瞬間にホーム画面戻って、データ消して、ボス倒したデータだけ消して、あの、王の器のところの炎まで戻って、これじゃ終われねえっつって、
まあ、正直保険はかけたんです。鍛冶屋、うちの武器ってプラス14で止まってるんで、15くらいにならないと勝てないかなって思ったんで、今この場で鍛冶屋とかやって武器強化できなくなってクリアできなくなるっていうのが一番最悪だなと思って、一回ボス倒せるかどうだけで動画だけ検証しようと思ったら倒せちゃったから、やばい、これどうしよう。違うんです、違うんですって。じゃあ楽しかったことの話よ。ダークソウルのね、いっぱいいろいろなことこれ関わってるから、変わってるのに終盤文句しか言ってなくて。まあね、いろいろ言ったよね。不死教会とかさ、いろいろ言って森とか行ったし、古城とかね行ったよね、みんなで。スマホ首の人とかいたりしてさ、ビリー・アイリッシュとかもいたりして、すごい有名人が大集結して、もう本当にスマブラみたいな、そういうね、超大作ですよね、まさしく。まあ自分がね、バトルアクションっていうものをやったことが、なかった。せっかくダークソウル頑張ったのに、こんなエンディングになっちゃって。本当に、なんでこんなことになっちゃったの盛り上がってない自分の甘さが引き起こした事態だった。今一番辛いダークソウルやってた中で、なんか一本橋で戦ったデーモンとかも強かったですけど、なんか相撲とかグウィンゾリンとかも強かったけど、なんか皇后とか鬼の皇后も全部強かったけど、今が一番しくったー、終わり方しくったー。まあいいわ、楽しかったもんね。でもまだ、なんか言ったじゃん、なんか見て死んで学べみたいな、見て覚えるみたいなね、パート1のタイトルにありましたけど、だから私は一度死にます、学びました、このエンディングを見て自分がどうあるべきかっていうものを分かりましたから、一回死んで生まれ変わります。ハボック。ハボックさん、これがあなたの描いたシナリオですか。いや、ありがとうございました。ダークソウル。まあ、いろいろと、イラつく部分など、至らない点もまあありましたけれども。まあ、うまいことね。大団円っていうことで、いいんじゃないでしょうか。いいですよね。これで。ね、これあれYes, indeed. そうさね、ダークリングは呪われた不死の証、また網走戻ってきてんだけど、2周目だからこの国では、これ見たよね、不死は全て捕らえられ北に送られ、私はどうなっちゃったの、炎に焼かれましたけど、世界の終わりまで牢に入る。私にはこの牢獄がお似合いだ。このゲーム実況、拙いゲーム実況者を捕らえるだけ捕らえて、もう一周させまいとする。お前もそうなるんだよ。いいよ、私にふさわしい割り方だ。一生牢の中に閉じ込めといてくれ。もう何も与えるな。骨になるまで置いといてください。反省しますから。じゃあもう一回不死になって、もう一回不死になって、ここにもう一回送り返されたってこと。これ誰なんだろうな、ずっと。まあ、ループものっていうのは分かったんだけど、まあ、誰かにまた捕らえられて、まあ、この装備一式があの頃の私そっくりだから、まあ、多分そういうことなんでしょうけど。もういいです、もういいです、出ません、閉じ込めといてください、外の味を覚えさせないでください、猫を散歩に出さないのと一緒で、っていう
感じでどうでしょうか。これでこれでよかったでしょうか。わしのダークソウルは。こんな後悔ばっかりしてたって仕方ないから、切り替えとこ切り替えとこ切り替えとこ今から喋るわ、ダークソウルのこと。まああの、まあ、率直に申し上げると、ちょっとなんで最後のボスがあんなに弱いのかがちょっとよくわかんないっていうのは一個。あのマジで相撲のとこの方がよっぽど強かったんだけど、これ別に装備鍛えすぎたっていうわけじゃないと思うんですよ、自分のって。だからあの責任は私か王にあると思うんです、この場合って。最終回がこのクオリティになったっていうのは、まあ、私がまあぐじぐじ言いすぎたっていうのもあるんですけど、だからまあその前向きに捉えるなら、その2周目の布石っていうんですか、まあ伏線みたいな感じなのかもね。 NPC 全部狩る第2周みたいな、その伏線になってるっていう説。なんか2周目がまあ始まったわけだし、そう捉えられなくもないっていうのもある。最後に一人だけ会いたいやつがいる。そいつに顔を合わせさせてもらえないかな。あとは罪はもう何でも、罰は何でも受けるから、最後に一度だけあの人の声を聞かせてほしい。さあ来た、久しぶりですね、あなたと顔を突き合わせるのは。こうしていつぶりでしょうか。よう、あんたよく来たな。新しいやつは久しぶりだ。どうせあれだろ、不死の使命がどうとかみんな一緒だ。呪われた時点で終わってるんだ。不死んでじっとしてればいいもの、ご苦労なことさ。まあいい、暇なんだ、教えてやるよ。兄貴、ご託はいいです。わしは薪のグウィンドリンみたいなやつまでやりました。今この私と手合わせを願いたい。一味も二味も違う。わしは絶対にあなたとの宿命を果たす。さあ見せてください。あの時のあなたは何かがおかしかった。あんな別れ方をしておいてケリがついたとでも思ってるんですか。あんまりぬるいことしてるとやっちゃいますよ。これわしは盾を切れるようになってる。兄貴が死んでしまったあの後、兄貴やる、これで終われるかな。そう、これで終われる、私のダークソウルは。今までご視聴ありがとうございました。ダークソウルこれにて終了とさせていただきます。いろいろと思うところもあったと思います、私のやり方に関して。それでも楽しかった、このダークソウル。いろんな不祥事が起きた、いろんなトラブルのもとで起きたけど、でも今思えば全部楽しかったんだ。こうやってペトロスや兄貴とたわむれていたあの頃。回復しすぎだろお前。よしよしよし、これで辻褄があった。こいつやる必要マジでなかったけど、なんか気づいたらここに来てた。あいつだけは心の奥底でマジで許せなかった。以上、これで終われるかな、兄貴。まさしくこれで終われます。それでは終わりで。たくそなんかパッとしねー、これ。え、他の人さ、こっからぐちぐち言うわ。他の人本当にあれ苦戦してたの、最後のボス。え、本当に。いや、まあ今までいっぱいケチつけてきたよ、ボス。なんか高いところ落として HP 削って始まってるだろとかさ、タロットすんなよとかさ、もうギミック関係ねえじゃねえかとかいっぱい言ってきたけどさ、最後すっごいノーマルなギミックで3戦くらいで勝てたけど、なんだったん。やっぱあの岩が良くなかったと思う、あの岩の配置が、岩の私配置が私を勝たした。岩がグウィンドリーに勝ったみたいな、もうそこまである、言い切る。もう私は勝ってない、このダークソウルエンディングを迎えたとはちょっと思っていない。
ね、きっとまだやり終わったんだろうな、いっぱいとは思う。いやマジここのデーモンの方が強いと思うんだけど、王より。ここのラスボスのこちら辺にいらっしゃいましたよね確か。もう一個上か。おじゃマップ、いるだろう。来いよお前だよお前。やばい、弓兵やるの忘れてた。間に合え、緊急外来緊急外来。まあ別にこいつらやらんでもどうにでもなるけど。で、そろそろデーモンが飛んでくる。上に来い。よしで後ろ取って殴る。当たるこれほらやっぱこっちの方が強い強すぎるラスボスって一体何だったんだ。牛頭のが強えじゃねえかよこれ。ということで、じゃあ兄貴もね、兄貴の終了宣言も食らったし、まあ番外編はこんくらいで終わりということで。以上でーす。ダークソウル、楽しんでいただけましたかね。こんな暗いところで失礼します。ちょっとまだやりたいことあるわ。てん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 てけてん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 オッケー。まあこういうのをやりたかったんですけどね。じゃあこんな私にお似合いなこの暖炉の中で今回終わりたいと思います。番外編もここまでありがとうございました。最後にその瞳を見せてごらん、くぼんでやがる。はあ、もうむちゃくちゃだよマジで。ダークソウル